フィリップ・ペタン、アンリ・フィリップ・ベノにオメル・ジョゼフ・ペタン、八百五十六年四月二十四日から九百五十一年七月二十三日は、フランスの軍人、政治家、フランス第三共和制最後の首相及び、フランス国、ビシー政権の主席を務めた。八百五十六年四月二十四日に、パイコールドカレー県で生まれた。1887年に、 サンシール陸軍士官学校を卒業し、1901から1907年、陸軍士官学校、陸軍大学で、不評学を講義した。彼の出世は決して早いものではなかった。第一次世界大戦が勃発した1914年、彼はすでに58歳であったが、階級は大差で、第33不評連隊の連隊長に過ぎなかった。しかし彼の軍事思想が、 フランス陸軍総司令官、ジョゼフ・ジョフルの目に留まり、マルヌ海戦を前にこの年の8月3日、第1軍団第4不評旅団長、31日に、少々に、承認。9月2日に、第6不評士団長、14日に中将に承認。10月20日に、第33軍団長、1915年6月21日に、第2軍司令官。 1916年5月2日に中部軍集団司令官と一気に昇進した。以降アルトワの戦いやシャンパーニュの戦いで先行を上げ、西部戦線で最も卓越した指揮官の一人という評価を得るに至った。1916年2月21日のベルダンの戦いでは、バルルデュックとベルダンを結ぶ街道、バルルデュック街道、新生街道を兵士と物資を頻繁に運んだ。 特に兵士は交代しながら戦争できるように回転させた。こうして第二軍司令官としてフランス軍を勝利に導きベルダンの英雄という名声を得た。その高い人気もあって1917年にはロベールニベルの後任としてフランス陸軍総司令官となった。1918年連合国の勝利で第一次世界大戦が終結した後の11月には に昇進している。なお、第33不評連帯時代からの部下に、後の大統領、シャルル・ド・ゴールがいた。ペタンは、ド・ゴールを可愛がって、戦前から戦艦期まで軍内の活動に便宜を図り、ド・ゴールの長男、フィリップの名付け親になるなど親密な関係だった。しかしド・ゴールが、気候部隊による電撃戦などを提唱すると対立を深め、 第二次大戦前には決定的に決裂することになる。戦艦期の1920年、独身であったペタンは42歳のユージェニ・ー・アードンと結婚した。陸軍最高顧問となったペタンは、マジの戦の建設計画をはじめとするフランスの防衛構想に大きく関与した。しかしそれは第一次世界大戦の戦争形式を踏襲するものであり、 後年のフランス敗北の一員ともなった。戦後、ペタンは私の軍事的精神は閉ざされてしまった。新しい道具、新しい機械、新しい方法が導入されたとき、私はそれに関心を持たなかったことを告白しなければならないと語っている。1929年には、ホッシュの公認としてアカデミーフランセーズ会員に選出されている。 1934年には国防省を務め、1939年には大使としてフランコ大政下のスペインに赴任した。1934年頃からは我々を救うのはペタンだという右派からの信望を集める存在となっていた。第二次世界大戦中の1940年春、ナチスドイツのフランス侵攻でフランス軍が敗北を続ける中、 84歳のペタンはレノー内閣の副首相に任命された。この際、レノーはペタンが権力掌握のため自ら会見に臨んだと主張しているが、ペタン支持者は責任をペタンになすりつけるための行動であったと非難している。ペタンはウェーガン陸軍総司令官と共に対独講和を主張し、主戦派のレノーを圧迫した。6月16日に、 芸能内閣が倒れると、ペタンは公認の首相に任命された。6月21日、ペタン率いるフランス政府はドイツに休戦を申し込み、翌6月22日に独仏休戦協定が成立した。休戦によって、首都パリを含むフランス北部と東部はドイツの占領下に置かれ、フランス政府はフランス南部のビジーに移った。7月10日、 ビシーで開催された国民議会は圧倒的多数で新憲法制定までの憲法的法律を制定した。その内容はフランス国、エイタ・フランセの新しい憲法を交付することを目的としてペタン原帥の権威の及び署名のもとにある共和国の政府にすべての権限を与えるというものであった。ペタンは強大な権限を持つこととなり、側近グループを抱えた一種の 君主的存在として振る舞った。実際の政治は副首相であるピエール・ラバルが大半を行っていた。以降、ペタンはフランス国主席、シェフデール、エイタ・フランセとなった。これ以降の政権はビシー政権と呼ばれる。ビシーではペタンを国家の父とするような個人崇拝が起きた。特に非占領地域では広範なペタン支持感情が広がった。イギリスなど、 他の連合国は対独抗戦を続けていたが、ビシー政府は表面上は中立国扱いであった。ペタンは戦争が引き分けの講和で終わると考えており、ペタンとその支持者はドイツに最小限の協力しか行おうとしない、待機主義的な消極的対独協力を考えていた。この点では戦争がドイツの勝利に終わり、戦後秩序でフランスが地位を得るためには、 対独協力が必要と考えていた副首相ラバルラと対立するものであった。しかし、BC 政府はドイツへの協力を拒否することはできなかった。数軸国に大量の物資や食料を提供し、海外のフランス植民地にドイツ軍や日本軍を抵抗なしに受け入れさせ、連合国との戦いを支援させた。マダガスカルなど多くの植民地政府がこれに従い、普通インドシナは、 日本軍の侵中を受け入れた普通院侵中、また、レノーやダラディエなどの全政府関係者を先般として裁く裁判を起こし、被告の多くはドイツ国内の強制収容所に送られているリオン裁判。一方で1942年11月には連合国軍の統治作戦に対してフランス領北アフリカに駐留していたフランソワ・ダルラン大将が アフリカのビシー軍を連合国軍に降伏させたが、ダルランは事前に、ペタンの了承を取っていたとされる。しかし、この降伏を受けて、残されたフランス本土の南半分もドイツ軍に占領され、アントン作戦、ペタンは完全に飾り物の指導者でしかなくなった。ビシー政府はナチズムに共鳴する、親ナチス派が台頭し、ラバル派がそれに抵抗するような状況となった。 1944年、ド・ゴール率いる自由フランス、後のフランス共和国臨時政府を含む連合国軍が北、フランスに再上陸したノルマンディ上陸作戦。ペタンは臨時政府に政権を引き渡す交渉を行って、BC 政府の正当性を残そうとしたが、ド・ゴールに拒絶された。連合国軍の進撃に対して、9月7日、BC 政府は、 南ドイツのジグマリン園に避難したが、その後すぐにペタンは国家主席を辞任した。しかし1944年10月に行われた世論調査においてもペタンを処罰すべきという意見は32%であり、58%がそれに反対している。ペタンは1945年4月にドイツからスイスを経由してフランスに戻り逮捕された。 1946年の7月から8月にかけて裁判にかけられ死刑を宣告された。しかし、1946年8月17日、ドゴールによって高齢を理由に無期禁錮刑に減刑された。裁判後にはアカデミーフランセーズからも追放されたが、ペタンの存命中には赤字18は空位として扱われ、1951年7月23日、 流刑先であるバンデ県沖合の夕島で生涯を閉じた。死後間もなく、ウェーガン大将の呼びかけで、ペタン元帥の追憶を守るための教会が設立された。この教会は、ペタンの名誉回復を求め続けたが、極右的政治勢力の温床にもなった。九百五十八年にドゴールが大統領になると、フランス第五共和制、第一次世界大戦の勝利に貢献したとして、 その年11月11日の第一次世界大戦戦勝記念日にあたる強くの日、ペタンの母ヒへ花輪を送った。しかし、ペタン信奉者の一部は不快に思い、ドコールの名のついたリボンを引き裂いた。その後、歴代の大統領が第一次世界大戦戦勝記念日に花輪を送る観光はしらく、続いたが、1993年11月8日、フランソワ・ミッテラン大統領は、 花輪の観光を取りやめる声明を出した。フランスにおいて、ペタンの評価は21世紀も論争になる。2018年11月7日昼、エマニュエル・マクロン大統領が記者団に対して、第二次世界大戦では、致命的な決定をしたものの、第一次世界大戦を勝利に導いた元帥を、追悼するのは当然と発言したところ、政界やメディア、在仏ユダヤ人から批判が起き、 同日夜に大統領府報道官は追悼の対象としないことを発表した。ペタンは第一次世界大戦時に構成防御あるいは重心陣地戦術という防衛戦術を支持している。最前線の残壕が敵軍により突破されることを前提とし、自陣内に攻め込んで補給線の伸びた敵軍を両翼包囲することを想定して社交残壕を構築する。 フランスでは一般にナチスドイツへの協力者、コラボラトゥールとして批判を受けているが、ペタンの降伏がフランス全土を廃墟とする事態から救ったという分析やドイツの占領政策に密かにこうしたという評価も存在し、時折論争になることがある。三島由紀夫は文化防衛論の中で、ペタン政府がパリを無欠解除をしたことについて、次のように評価している。 中世以来の建築的成果に満ちたパリの破壊を免れるために、これを敵の手に渡したペタンの行為によく現れている。パリは一フランスの文化であるのみではなく、人類全体の文化的遺産であるから、これを破壊から守ることについては、敵味方は一致すが、政治的局面においては、一方が他方に降伏したのである。そして、国民精神を代償として、 パリの保存を買ったのである。このことは明らかに国民精神に荒廃をもたらしたが、それは目に見えぬ破壊であり、目に見える破壊に比べたら遥かに助手うるものだった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。